この番組は講和の提供でお送りします。ついに地球人が今日宇宙バスマスに新たな足跡を刻みました。テクトニックの破り小中流制覇を成し遂げたのです。なるべくは次の大宇宙リーグ入れ替え戦、大宇宙チーム入りの開会とこのまま突っ走るのか地球チーム。本当の成長はこっから始まるんだ。道理で、じゃなきゃ地球人なんかに負けるわけない。って、あ、何これ。いくら悔しいとはいえ壊さんでも。俺じゃないっすよ。よかったじゃないか。え？お前の言う通り、ここからが本当の勝負だ。つうか、いつからいたんすか。行くぞ。早くしねえとバスが卵まみれになっちまう。本人を知らなかったとしたらかなりショックでしょうね。ずっと地球人としてゴルセイ人相手に戦ってきたのに。地球チームも大変ですね。大切な入れ替え戦も迫ってるってのに。そうか。どうしたんですか。いやな、前々から気になっていたんだ。秀吉が類稀な才能を持ったプレイヤーであるのは事実だが、それでもやはり小宇宙リーグでの話だろう。大切なゲームにはなぜか彼が必ずと言っていいほど顔を出しているんだ。大宇宙リーグのスーパースターがだぞ。どういうことです。知ってたってことですか。秀吉がゴル星人だと。なるほど。知ってたというより見抜いていた。それで秀吉に興味を。いや、それだけじゃない。ギューマは他にも秀吉に関する何かを知っているような節があるんだ。いや、秀吉に関する何かって何なんすか。わからん。それを今調べてんのさ。ジジイ、ジジイ、秀吉がゴル星人だって書かれちゃってる。すまんな、コーチ。せっかくお前さんが自分のことを告白してまで秀吉を守ろうとしたのに。 いえ、私のことならいいんです。いつか話さなければと思ってましたから。コーチ、ごめんなさい、今まで隠していて。謝ることないわ。立場は違ってもみんな目的は一緒なんだから。誰もコーチを非難なんかしないわ。でもすごいわよね、マードックの娘なんて。私以上のお嬢様じゃない。待ちなさい、ディーティー。ディーティー、昨日ギューマと一緒にいたわね。あなたがギューマの車から降りてくるのを見たの。どうしてギューマと。ブルーズに売り込んでもらおうと思って。ふざけないで。秀吉のことと関係があるんじゃないの。疑うんなら、ユーマに聞いてみりゃいい。マードックの娘さんに嘘はつかないと思うよ。やっぱり違ったんだ、俺たちとは。何泣いてんだよ。だって、俺たちずっと一緒にやってきたのに、殿が、ゴル星人だったなんて。ねえ、そんなの関係ねえだろ。殿は殿じゃねえか。地球人だろうがゴル星人だろうが関係ねえだろ。殿は殿だ。違うのかよ。違わねえ、違わねえ。そうさ、何も変わらねえ。行くぞ。なんで泣くんだよ。殿いるの。殿いるっすよ。出ていけ。
おめえらこそ何者だ。地球人ってな、本当に礼儀知らずだな。人ん家に勝手に入ってきといて何言いやがる。人ん家？そう、僕らの家。お邪魔します。押せよ。この度はゴルプラネットスペースラインをご利用いただきましてありがとうございました。まもなくゴル星大気圏へと入ってまいります。お座席のシートベルトを今一度ダメだ。まずいぞ、もうすぐ着陸だ。くそ、ホームレスがどうしてこの船に乗り込めたんだ。コンテナの中を探すぞ。誰がホームレスだ。ふるさと、ゴルセ。ここに、俺の本当の、本物の家族が。本当にいんのかな。どうだろうね。おめえと話してねえよ。つか、なんでいいんだよ。泣けるな、涙の再会。あるといいね。俺も同じだからさ。お前も親が両方健在。つうか一緒に住んでる。一緒じゃねえだろバカ。いやいや聞けよ。俺の別れた女がゴル星にいいんだよ。ますます一緒じゃねえ。驚いたぜ、お前がゴル星人だとはな。うるせえ、お前に関係ねえだろ。でさ、お前これからどっちでやるんだ。何がだよ。だからさ、地球チームと他のゴル星人のチームどっちでバスケやんのかってんだよ。まあ急な話だからな。お前にまだゴル星人としての自覚がないのも無理はね。だいたいお前自分の親父がどんなやつかも知らねえんだろう。うわっ、バカ、何すんだバカチメ、やめろ。何か知ってんのか。知ってる。あー、うん、やっしゃん。でもない、確かめに来たんだろ。俺ならこっちの顔が役に立って。本当だって。チャチ。何よ。分かったのか、秀吉の行方。わかんないわよ、そんなこと。もう、まったくイライラする。チャチ。それよりコーチはどこ行ったんだよ。来週はいよいよキラーリックスとの大宇宙リーグ入れ替え戦だったのに。気になってんのは入れ替え戦じゃなくて秀吉のことだろ。冗談じゃねえ。あいつのことはな、もう忘れた方がいいのさ。どういうことよそれ。たとえ秀吉が本当にゴル星人だとしても問題じゃない。秀吉は今も変わらず俺たちの仲間だ。もちろんです。おい、俺だけ悪者にしないでくれよ。俺は何も秀吉を外そうなんて思っちゃいないって。でも我々が何を言っても本人が戻ってこないんじゃ仕方ありませんね。戻ってくるわよ。あいつがバスケやめるわけないじゃない。あいつは本当の本物のバスケバカなんだから。将軍？ああ、
天才的プレイヤーと騒がれながら宇宙リーグに出場することもなく消息を絶った選手だ。このにやけた男が？もちろん俺も実際見たわけじゃないがな、将軍の映像すらほとんど残っておらん。いろんなチームのコーチやら雇われ監督時代のものがちらほら残っているだけだ。だが一時その存在が注目されたことがあった。ギューマにバスケを教えた男としてな。ギューマにバスケを？生意気そうな目。話はそれだけじゃない。いいか、よく見てみろ。このリストバンド見覚えないか？これ秀吉のと同じだわ。はあ、親の顔は知らない。親がお前に残したものはこのリストバンドだけだってことか。俺ついてる、ついてんぞ。やっぱあいつは何かと金んねら。えっ、あっ、あっ、何やってんのお前、すんなバカ、ジャンプレス。うわっ、あ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 っ、俺生きてる。しかもなんともねえ。奇跡だ、やっぱ俺ついてる。あ、うわ、死んだか。死んじゃねえ。おお、ってお前さ、乗れねえなら乗れねえって言えよ初めっから。うるせえ。あれレンタカーなんだぞ。ちくしょう、金全額お前持ちな。な、おい聞いてんのか。おい、ここいらってなんでこんなもん転がってんの。ああ、そりゃお前、ここは元軍の兵器倉庫だったとこだからな。軍兵器だからさ、喧嘩しようってんでゴルセイの科学力を駆使してドエライモンいっぱい作ったんだけどよ、結局使わねえでそれっきりになったのさ。今じゃスクラップ屋に荒らされて見る影もねえがな。喧嘩ってどことどこが。あ、お前本当に知らねえのか。そりゃゴル星人と地球人だろ。なぬ、我々も実に不本意ではあるが、実力行使をもってしか双方納得いく方法はなさそうですな。ちょっと待った。そいつはゴル星人だったが、どちらの味方でもなかった。実力行使だなんて何を物騒なこと。血流して誰が幸せになるってんだ。あんたが議長さん誰だね君は。俺の名はどうでもいい。ここにゴル星人、地球人双方に莫大な利益を生み、しかも未だかつてない壮大なスケールのプロスポーツの企画書がある。その名もバスケットボール大宇宙リーグプロジェクトだ。唐突に突きつけられた企画書ではあったが、内容は驚くほどの綿密さで組み上げられた企画書だったそうだ。素晴らしい、これならばいけるかもしれん。当然です。バスケを誰よりも何よりも愛し愛し抜いてきた私が10校に10校を重ね書き上げた企画書ですからね。バスケはいいぞ、それと日本の侍映画は良い。いいですか、偉い議員の方々、大切なのは自分が、相手がゴル星人か地球人かってことじゃないのです。大切なのは男として、人間として本物かどうかということだけなのです。決まった。まあより。
か。そんでその男の企画書がベースになって大宇宙リーグプロジェクトが本格始動してたな。双方一滴の血も流すことなく平和条約が結ばれたんだ。そんでこっからが俺の特大、その男こそがあの将軍だったって話だ。そんなことがあったのか。無駄話してる間に着いたぜ。何ここ。養護施設さ。今はすっかり廃れちまったが、身寄りもねえガキどもがここからあの明るい世界を見上げていつかはって夢見て暮らしてきたんだろうね。ここが俺と何の関係があんだよ。まあいいから聞けや。ここはギューマが育ったとこなんだぜ。ギューマ。ギューマが。他のマスコミ連中もいずれ将軍のことを嗅ぎつけるはずだ。そうすりゃ。将軍のこと？あ、まあだからさ、お前の親父がその将軍だって話。あ、なんでおめえそんな大事なことを、つうか、なんで知ってんだよ。噂だ噂。だからその検証しにここへ連れてきてやったんじゃねえか。聞いてねえ。いや、ついでにもう一つ教えてやる。だから話せ。ギューマが？そうさ。ギューマにバスケを教えたのは、その将軍って男だって話だ。まあ、これもまだ裏が取れてないがな。くっけえ。でもそれが全て本当ならとてつもないスクープだ。マスコミはお前とギューマの因縁にも必ず注目してくる。お前が地球人じゃなくてゴルセイ人だってことだけでもこれだけ話題になったんだ。お前の父親がギューマにバスケを教えた男ってことになれば、そりゃもうそのスクープ価値はうなぎ登りだなあ、秀吉。将軍のことは他のマスコミに一切話すんじゃねえぞ。お前のマブダチである俺だけがスクープすんだからな。もし将軍が生きててお前と涙の対面とか、ギューマと感激の再会なんてことになったら、絶対俺に独占取材させてくれよな。ん？どうした？聞いてんのかよ。ペラペラうるせえぞ、おっさん。将軍だかなんだか知らねえけど、俺の親父だって証拠はどこにもねえんだろ。まあ今のところはな。やっぱ俺の居場所はここじゃねえ。何の話だよ。まあでもな、将軍のプレーはお前によく似てたらしいぜ。だからギューマだって勝手に決めんな、バーガ。怒んなって。たとえそいつに会ったって俺は親父だとは認めねえ。やっぱ俺に親父なんかいねえ。おい秀吉、ついてくんな、アホ。ということはこのリストバンドはまさしく今秀吉がしてるものと同じだということですか。それがだな、このリストバンドは今から30年ほど前大量生産されてた代物で、バスケ選手の間で随分流行ったものだそうだ。じゃあ将軍と秀吉とを結びつけるものは何もないってことね。くそー、来んじゃなかったぜ。でっけえ船。おほー、ホールもある。ギューマ。俺はここでバスケを知った。バスケの面白さ、素晴らしさを教わった。その男がよく言っていたよ、本物になれと。本物の技術、本物の個性を身につけて本当の本物になれたら金も名声も全て手に入ると。俺はずっと本物になりたかった。本物のスーパーバスケットボールプレイヤーに。お前の探す男はここにはいない。
ここは俺の聖地だ。お前の来るところじゃない。このコートにはその男と俺の汗が染み込んでいる。その記憶は今の俺には何より大切なものだ。誰にも奪うことはできない。悪いけど見当違いもいいとこだぜ。心配しなくてもこんなとこには二度と来ねえよ。じゃあな。ったくあのバカ。そこで何やってんだ。秀吉来んな。何しに来た。ここは俺の聖地だ。お前なんかの来るとこじゃねえ。何が聖地よ、偉そうに。みんな待ってるわよ。入れ替え戦も近いんだから。ねえ、一緒に帰ろう。心配すんな、必ず勝つさ。お前らはバスケやんのに地球人もゴル星人もない。お前らが負けるわけがない。お前らは本物だぜ。頑張れよ、チャチェ。秀吉、秀吉。Someone talks me nicely. I can trust them. Sometimes you make me feel better. Feeling that I want my witness saying to me. Let's go back home now.So baby, feel so Never say you love me. Don't wanna be like you. I don't wanna be like you. I don't wanna be like you. I don't wanna.次回ブザービーター最終回、ジャム。この番組は口話の提供でお送りしました。